くみです。おはようございます。リーマパパ弁当を作ります。今日はですね、肉じゃがを作ります。今日は一品で、あとはね、本当は納豆ご飯、梅干しボン、たくあんボンのお弁当にしようと思ったんですけど、お父さんとお母さんがね、あまり納豆はさ食べられないみたいな。ももちゃんが来た、ももちゃんが来た、ももちゃんが来た。はい、なので肉じゃがを一品足しました。桃太郎が、ちょっと待ちくださいませね、申し訳ございません。それで今日はね、カツオと昆布とで、ちょっと何ですかね、唐辛子の輪切り入れてももちゃんがそこでくる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 、はい、くるくるといえば、はい、ワンコ飼ってらっしゃる方は分かります、くるくるでございます。ももちゃん、ももちゃん、ほじほじしないよ。はい、ということで、今日はですね、白醤油で昆布とかつおだしであっさりといきたいと思います。でね、肉じゃがって多分ね、お父さんとお母さん来てから初めて作るんですよ。この料理動画では、料理動画おしゃべり動画ではたくさん作ってるんですけれども、おお、くる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 ももちゃん、ももちゃん、はい、ちょっとももちゃんのお世話してきます。回したばっかりですみません。ももちゃん、いいよいいよ、どうぞどうぞどうぞ、ももちゃんどうぞ、ももちゃんどうぞ。今日暗いもんね、表ね、ももちゃんね、ねえ、見てくれね、ももちゃん、ええ、皆さんお待たせしてるからさ、どうする？ママここにいない方がいい？一旦向こう行こうか？うん、どうぞどうぞ。じゃあママ一旦向こう行くね。うんうん、くるくるして、あ、ビニールが落ちたばっかりや。あー、くるひぐらしたごめんなさい、ちょっと手洗ってきます。ほらほら、お出汁が、お出汁が、ちょっと保温にして、じゃあちょっと私は蜂蜜紅茶を飲みながらそんな余裕があるのか。じゃがいもだぞ、じゃがいもが煮えるまで、私の蜂蜜紅茶がももちゃんないんだけど、落ちてる？一個ぐらい落ちてない？ねえ、なんとか一個ぐらい落ちてて。昨日のが最後だったの？ココナが起きてきた。ママの蜂蜜紅茶がない。ママの蜂蜜ココナが起きてきた。ママの蜂蜜紅茶、紅茶があれば蜂蜜入れればいいのか。残念でした、蜂蜜紅茶がない。あ、ごめんね、今日椅子の位置変えちゃった。あ、ごめんごめん、あ、届かないか。ってことは昨日お母さん買ってくれたヤクルトの桃ちゃん、くる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 、
昨日お母さんが出かけたお土産に生き生き乳酸菌を買ってきてくれました。さっきのチーンって気になりますよね。あ、これ早くお料理しないとまた、また5分も喋っていてお料理動画に乗らないですね。すみません、本当にもうすみません。今のチーンはですね、食パンです。お腹空いちゃってパン焼いたの焦げてない、大丈夫。なんかこう一口食べながらなんてすみません。今ね、ももちゃんがね、くる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 してますので、あ、パパのシャワーの音が聞こえるので、ちょっと閉めてきます。いやー、今日まったりだな。天気もまったりだけど、私もまったりだね。すいません。行儀悪く食べながらの料理です。ももちゃん、ももちゃんがダメだ。ももちゃんびっくりしちゃった、声かけたから。じゃあママちょっと黙ってる。ヤクルトいただきます。うん、ももちゃんこれ食べられないよ、しっぽ打ってるけど。ママ料理していいのでしょうか、それともももちゃんのお世話をした方がいいんでしょうか。時間がないから片手を動かそう。さあ今日は何を入れる。ご飯はこの少ないのに決まる。一番下納豆入れようか。納豆をここに果たして入れて次使えるのだろうか。匂いは取れるか。ご飯、納豆、肉じゃが魚焼こうかなと思ったけどね、ちょっと昨日魚だったので2日続けては贅沢かなと思って知人からいただいたすごく美味しいやつがあるのね。もう子供たちのワンコの介護の時は本当に寝たんだか食べたんだか分かんない状態で、本当に立ったまま行儀よくキッチンでバババッと、ここの椅子に座ってバババッと食べて終わりみたいな、テーブルで食べるとこってなかったですね。今はももちゃんどっちなのくる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 、うん。じゃあママは肉じゃが作るよ。いいかい、いいと思う。赤かぶさん上、うん、一枚食べたら一気に食べたくなってきた。これサンドイッチ用のパパ薄いの買ってきてくれ。うんちゃん、あ、怖くてこっち来れないの。うん、うん、あれ、あれ、うん、怖くて来れないの。ペロペロしてる。パンはダメだ。はあ、お腹すいた。こっちおいで。このね、このゴミ袋のパリパリが怖いんです。トマトとキュウリ、今日はサラダ、人参1本、あ、まな板。うん、よい子が見てたら立って食べたらいけないね。うん。ももちゃん時間がなくなるからはっきりして、うん、遊んでんのかな。怖くてくれないの。
これワンカットでカットできない、ずっとこっち見てんの、カットできないんだけど。こっちこっち、うん、ちょうど通り道にこのカメラの下のところのこう四角いやつがあるんですね。いつもはもうちょっと手前なんですけど乗っかりそうです。あ、入っちゃった、すいません。ちょっと前やりますね、せーの、どん、はい、通れる通れる、どうぞ。通れた。スタンドが怖かったんだ、ごめんね。ももちゃんちょっと下げますね、すいません、私でした。うん、じゃあ先、もうながらが多いですね、子供たちの世話をしているとながら。昨日動画回しながらお腹空いてるの我慢してたら、もうその後ね、午前中ずっと食べっぱなし。今まで朝4時、今日も4時に起きたんですけど、4時に起きてもすぐキッチンで一人ぼーっとご飯食べるんですよね、4時5時に。なんか最近あの送り出してから食べるみたいな感じになって食べはぐれてたので、やっぱり早く起きた時にはちゃんと食べよう。すいません、動画回す前、反省します、動画回す前に食べます。紅茶がなかったけど元気を取り戻していきます。これはアク抜き不要、うん、なるほど。じゃあもうバンバン入れてっちゃう、この中に。味付けはどうだ、コクが、あ、見えない、真っ白で、映ると真っ白になっちゃいますね。コクが、なんだろう、このコクは何、みりん、みりん、もしかしてみりん、みりん。コクが、お塩はちょっと濃いめだったかな。あ、お肉入れば大丈夫。あのね、今日はバラ肉と豚のロースをあの半々買ってきたんです。あの本当は豚のロースじゃなくてバラが大好きなんですけど、みんなあのちょっと健康を考えて脂ばっかりではなくってロースも混ぜようということになりました。それでは参ります。はい、じゃがいも、じゃがいも、じゃがいも、この薄味で言ってもらおう、パパに。お、お出汁が効いてる、お出汁が効いてるよ、お出汁効いてます。今ね、これ1本ずつ売ってるからね。でね、明日はもうちょっと残り物でね、お弁当作る予定なので、あのたくさん買わなかったんです。お父さんとお母さん用にちょっと小さく
もうちょっと一口一口が小さくっていう感じにすることにしました。で、自分の場合はもう皮全部剥かないんですけど、野菜丸ごとインストラクターとしてはどうどう、あ、これで煮てみようね、煮てみればわかる。人参このぐらい、このぐらい小さければいいかな。お鍋はね、大は小を兼ねるで、ちょっとみりんが煮えたので、お、ご飯が炊けた。今日早いね、早いね、頑張って。これを入れてしまえば、入れてしまえば、あとは煮てもらうだけなので、ガス台に。新玉ねぎにしようかどうしようか迷って、あ、新玉ねぎの方がみずみずしくて柔らかいかな、でも肉じゃがだからちょっと、歯ごたえがあった方がいいかな、玉ねぎって言いながら任せるって言ったら、新玉ねぎじゃない方買ってきてくれました。多分こっちの方が安かったんだと思う。旬のものってね、ちょっとね、高価だったりしますもんね。あんまり作りすぎてね、余っちゃうと全部私が食べることになるので、お母さんが肉じゃが大好きって言ってたからね、やっと肉じゃが。でもその普通のなんかこう醤油っぽいね感じの、ホクホクではないので、白だしホクホクなので、でもおだしがしっかり効いているので食べてくれるかな。お芋全般はね、もう本当に食べてくれるので、何でも食べてくれるんですよ、何でも食べてくれるんですけど、こんなもんかな。玉ねぎはちょっと食感を残したいので一番最後に入れます。あ、これはちょっと私が結構食べる感じになるな。じゃがいもか、じゃがいも、あとじゃがいも、じゃがいも、はい、じゃがいもいきます。やっぱりね、こう4人になって食べ物の趣向が全員違うので、でもお父さんと今パパがちょっと似てるかな、私とお母様に近寄ってるかな、なので今までね、自分が食べたいものっていう感じでやってましたけど、ちょっと悩むようになりました、ちょっとだけね。でね、そうそう、お父さん沖縄で、沖縄ってこういう味ないよねとか、こんな風にして調理しないよねっていうのがやっぱりあるみたいなんですよね。ねえ、これは初めてみたいな感じでね、言ってもらうことも結構あって、あ、ちょっとでも味付けに納得してないな。うん、なんかこう納得してない自分がいる。なんだろう、なんだろう、あんまりカツオカツオにしたくないんだよな。なんだろう、私がちょっと味が分かってないかな今日。たまにね、朝ね、
お味噌汁の味が分からなくなる時あるんです。でね、お味噌汁だけなんですよ。あとは全然平気なんですけど、濃いんだか薄いんだか分からなくなる時がもう何年も前からあって、お味噌汁だけが。でこの間ね、たまたま夜ね、味噌汁飲みたいって言うんで味噌汁作った時に、その時にね、最初は分かったんですけど、途中で分かんなくなって、これはちょっと深くこのくぼみを取りましょう。昨日ねお父さんとお母さんがお出かけして1日、それで近くでその駅の何駅か向こうのね、駅デパ地下だから、駅地下じゃなくて駅スーパー駅んショッピングモールでお惣菜買ってきてくれて、美味しかった。だから昨日はご飯炊いただけ、夜は、今日はそうそう、いろんなねお掃除をね、ここのとこやってるから疲れたでしょうって言って、お惣菜買ってきてくれて、で本人たちはこれバラしていいのかなでもね、ほんのねちょっとしかお父さんたち外食しても食べないので、お寿司屋さん、回転寿司行ったそうです、昼間。なので夜はそんなに軽くね、本当に軽くでしたね、お父さんたちね。でも夜軽いっていいですよね、寝る前にね。ママちゃん、ママちゃん、ママちゃんペロペロしてる、ペロペロ星人になってるね。はい、使ってます。ももちゃんのペロペロはお腹空いてる時か、ちょっと呼吸がね辛いぞっていう時にペロペロする時もあるので、ちょっと様子見ですね。ももちゃん、そこ全部掃除したからさ、なめんといて。ももちゃん、言うこと聞かないね。ももちゃん、ももちゃんはね音を怖がるので全然料理動画じゃない、ももちゃんは音を怖がるので、あっとこわっとかね言わないように、何かこう失敗してもももちゃんって入れるとやめてくれるんですね。ももちゃん十分もうこれでねやめてくれるので、ピッてママの顔見て、お、パパどうした？あ、ママと変えてくれたんだ。何も言ってない。あ、そう。うん。これ。ああ、取っただけだ。あ、そうです。変えてはいいね、取っただけ。はい、子供たちのシートね。お風呂入る前にね。ももちゃんがね、ニアミスでしたね。やろうかなと思って。あ、そうなんだ。ありがとうね、はい、パパ。おはようございます。こうやってねすっごい頭下げてました、今。ありがとうございます。今日はなんかこう野菜を切って、私がパンを食べて、なんかつまんない動画ですかね。あ、でも皆様と朝お会いできるだけで私は嬉しいんですけど、ありがとうございます。髪の毛伸びたでしょ、もうカチューシャです、カチューシャ。これいいかな、結構ねちょっとほじほじしました、ほじほじ。よし、なんか肉じゃがだけと思って甘くなっちゃいけないなまた時間が今ね、まだご飯がね、お、あと8分で炊ける。
スプーンで。あの皆様がピーマンパパのドライヤーの音気にならないから気ぃ使わないでくださいとおっしゃっていただいてるんですけど、なんか最近毎朝ガラガラって言ってドライヤーやりますって、すいませんね。これね、リーマンパパの癖というかリーマンパパの習慣というか、一つやり始めると気になるとずっとなので、何かやるときに、ママこれいいって、いやもう聞かないでも本当に10人あってって言うんだけど、それをね、必ずこれママいいって聞くんですよ。それで、もう10年以上同じですから言っても、だから聞かなくていいからって言っても10年なので、これは多分ずっと続くと思います。みなさん、すいません、長い目で見てあげてください。ニホフエホーですね。あ、ヒヒヒホー、あ、お、ママちゃん大丈夫？ほーっとしてんの？ほーっとしてる？ママ見てくれたの、ありがとね。桃もね、最初アイコンタクトがね取れなくてね、うち来た子たちみんなアイコンタクトがね取れなかったんですけど、最終的にはねちゃんと 顔見てね、話聞いてくれますね。肉じゃが一品だと思ってすごい時間かかってるね。あとね、30分なので、その前にはね、30分早く始まったから、もうちょっと早くできなきゃダメですね。今日もできるかな。YouTube でウォーキング、部屋の中のウォーキングっていう人が出てきておすすめで、それで20分間有酸素運動、有酸素運動20分って言いますよね。20分ね、やってみたんですよ。まだ5分だーって、はい半分だーって、半分まで来たらね、もう全然その後なんか軽快になってきて楽しくなってきて、でそのただ歩くだけじゃなくて、いろんなね、そのエクササイズをそのこう歩きながらね、足を広げてたり手やったりね、それがね今日もねやりたいですね。ちょっとねそれ続けてみようかな。せっかく痩せてきたから、そろそろね筋肉を少しね鍛えたいなと思いますね。筋肉ね、ないとね、なんかね、やっぱり年齢って言っちゃいけないんだろうけどね、太ってくると腰回りつきますね、腰回り。私はね、下っ端よりも腰回りですね。で、ウエストがくびれてればね、かっこいいんですけどね、ボンキュッパーでね。ボンキュッパーって昭和ですかね、ボンキュッパー。ね、安いのは1キュッパーってね。1キュッパーって1円20円あれば考えましたよね。でも今その税込みなのか税抜きなのかでね、印象違いますもんね。あとはね、1袋タイで売ってるのに
あの1個の単価の値段書いてあって、こんなたくさんで45円とか言ってレジ行くと、とか思って知らない時はね、あーやられたーと思って、一袋やんけー、一個やんけーみたいな感じのねこれスーパーあるあるって奥さんはありません？スーパーあるある、意外と今ジャガイモに奮闘しております。ももちゃん、ちょっとリブドックつまんでみる？今そこにリブドック置くと、あのココナがこういうふうにやるのでね、こうはね、隠したい気持ちと食べたい気持ちと、でもこの時間は多分ね、隠したい気持ちなんだろうな、ココナはきっと。ココちゃんが今起きちゃうから、そこにリブドック置くとね。いやでもね、あの人数が増えれば増えるほどね、全員の意見をこう合わせるっていうのはなかなか、まあね、あの学校でも会社でも幹事さんとかね、もう意見まとめるのはその父兄会とかね、あの父兄会ってもあるのかな、ね、お母さん方の集まりとか、そのね、大変だと思いますよ、まとめる方は本当に大変だと思いますよ。私小さい時にこういじめにあってね、もうほとんど学校じゃなくて、学校教育なくて、みんなにバカだバカだってね、クラスでもなんかこうそんな雰囲気が流れてて、嫌われ者だったんですよ。それであの学級委員長って嫌われ者がやるんですよね推薦で私学級委員長になっちゃって、勉強もできないのに。もう学級委員長になったらね、はい、これはこあのーどう思いますかって手を挙げない、じゃあ私が決めますとかで決めちゃってあれはいいですね。じゃ多数決とか言ってね、こう悩んだ時とこう分かれ道の時にね、もう直感ですね、私の場合。あ、じゃがいもが一応落ちた。直感ですね、すべて直感できてます。もうあの直感の触覚が出てます直感直感直感あ、ちょっと遊んでないでいきますよ。ちょっともう一回、今ねパン食べてヤクルト飲んで、ちょっと口の中が落ち着いたかな、味にしてみよう。色的にはね、ちょっとまあまあ、あの普通の、あ、今持ってる、おでんの味がするカツオをもうちょっと効かしちゃおうか、カツオを効かしてしまおうか、カツオの風味でごまかすお肉入れれば、お肉と野菜入れれば大丈夫だと思うんだけどな、それちょっと迷ってたらもう時間が、あらー、もう30分喋ってて、ちょっと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 、もうちょっとカツオを聞かしましょう。あんまりカツオカツオしたくないって言ったところに、ちょっともうあの違う方向に行ってましたね。花カツオを投入します。よし、これで煮ていくぞ。じゃあ煮ていきましょう。そう、子供たち今日ね、あの夕方
病院ギリギリ間際に病院を連れていかなきゃいけないのでね。じゃあ人参いきます。人参いきます。はい、白滝いきます。洗っちゃおう。このぐらいだったら洗い物しながらの方がすっきりしますね。そしてじゃがいも、このぐらいか。明日はもう違うメニューなので、これも作っちゃう。私はもうこれ明日、責任取って明日まで食べきる。食べきります、私が。はい、これだけ？これだけ？ちょっとこれを漬物入れとこうか。漬物を用意してバババッと入れられるようにね。漬物、たくあん、うん、お母さん好きだけどちょっと入れちゃおう、パパの方に。そしてで、梅干し、キュウリが、キュウリとトマトがあるやん。キュウリとトマトで何かしよう。キュウリとトマト、キュウリ、あ、そっか、キュウリ切ると、キュウリ切ると食べづらいので、叩くかね。お父さんとかさん叩いた方が食べやすいね。キュウリを叩こう。これね、叩くね、棒がないんですよ。棒が閉まっちゃって、何にもない、整理しちゃって。あと2分で炊けます。ました。うわー、キュウリのいい香り。これはもう夏の香りですね。お、炊けた。炊けた。炊けてる。炊けてる。あ、炊けてた。炊けてました。空気を入れて、パパは硬いところが好きだから、上のところの硬いところを入れましょう。OK です。そしたら納豆、納豆、納豆、きゅうり、きゅうり、トマト、トマト、トマト、これに入れるか、きゅうりとトマト。
りきゅうり。このぐらいきゅうり食べてもらえばいいか。きゅうり、ちょっときゅうりこんな感じで、たたききゅうり。たたききゅうり。これたたききゅうり。じゃがいも。玉ねぎ半分。後の玉ねぎは後で。そしてですね。そしてですね。トマト。お父さんがトマト大好きなんですよ。肉じゃがが煮えるかし煮えるかし納豆だな今日やっぱこれをたまにはこういうふうに切ってあげようか。頑張れ頑張れ頑張れだね。トマトとキュウリのサラダ、アマニ油、アマニ油をかけて、いつものこれ、フログじゃなくていただいたやつ、あのサプリを買うとね、ここの健康会社の人がねくれるんですよ。いいもん見つけちゃった。パパの好きなもの。これとご飯だけでも十分かもしれない。はい、サラダ出来上がり。え、そしてメインの肉じゃが。メインの肉じゃが。きゅうり。はい、もう入れられるのを待っている。そして納豆、あ、ネギがちょっとあった。ネギ、ネギ、ネギをたっぷり。え、私も納豆ご飯食べたくなってきた。ネギ、ごま塩、じゃがいも、あとなんかある？あ、お肉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 。お肉、お肉。バラの方がちょっとだ。やるね、パパ。ここに熱くないんですよ。すいません。バラの方がちょっとだね。ネギ、ネギ。今日、あの、
天気悪くなる前に出かけようかなと思うんで天気悪くなる前に出かけようと思うんで肉じゃが間に合わなかったら夜で大丈夫なんで。わかりました。はいはい、はい、はい、じゃあね、はい、夜いただきますんで、はい、夜いただきますんで納豆ご飯で承知いたしました。なんかね、でも最近梅干しとご飯だけで、うん、なんかすごい美味しく感じるのな。美味しいんだ。あ、そう、今ね、美味しいお米、うん、あのほら、分け合いグループさんからの、あのいつもお取り寄せしているあの農家さんからのお米が届いたばっかりだから、うん、美味しいよね。ね、なんかね、なんかね、うん、美味しいね、うん、ありがとうございます。本当にそうしてやろうか、納豆だけで。でももうトマト作っちゃったから、トマトできちゃったから。今日引き割り納豆だ。日付の早い方から。入れてマスタード入れて、あの夜でもいいんですけど残しておいてくれないとあれなんで今日どうしたのパパ。夕飯にみんな美味しいから食べちゃう、残しておいてくれれば大丈夫なんで。小さい子で皆さんあんま聞こえないと思うよ、パパのそのジョークが。もごもご言ってるからね。そう、もごもご言ってるから。ちょっとさ、ね、霞がね、時間ないのになんかその私の手止めないでくれる。すいません。花粉がね、すごいよね、なんかね。うん、ありがとうございます。ちょっと肉入れの忘れるじゃない。ちょっとアクぐらい取りましょうよ、アクぐらい。もうこれコトコトコットンじゃなくてボコボコボコ。バッコン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 。笑けるなぁ、もう。ですよね、じゃがいも入れるか入れないかでお肉はすぐ煮えるので。お肉入れてあげよう。皆さんドキドキまた。あのね、最近最初の頃は「あ、入れ忘れた、ありやした、こうしたこうした」って言ってたんですけど、もうあの目の前にあるものがなんか入ればいいかなみたいな感がもう絶対がないんですよ。もう本当思いつきでやってるので、これでね、本当に思いつきでやってるので、何か入れる。あ、パパが好きな一味を入れてあげよう、辛くしたね。あと昆布があるといいの、昆布が、あ、七味ね、七味入れてあげよう。七味と昆布。
とご飯で。あと5分。あと10分あるよ、10分。納豆このまま昆布入れて、これどうやってかき混ぜするんだろうね。パパはそれちょっと頭使ってもらって、そしてこれに、これぞ、これもかっていうぐらい入れてあげて入れて、そしてちょっとお醤油足してあげようか。ほんのちょっとだけ香りね。もうあの昆布で塩気があるから、ちょっと、よし、香りだけ。そしてこのまま、このまんま閉めるよ。このまんま閉めて、そしてビニールで。なんちゅうお弁当じゃ、もうお弁当箱にね、きれいにみんな入れてるのに、もう食べられればいいって感じですね、うちはね、ほんと。本当に。でもキュウリとトマトが入りましたから、で納豆が入って、最高じゃないですか。これは納豆が入って、ほらどうですか。ちょっと弱めましょう、味付けが。ちょっとお塩少なくすればよかったな。ほんのね、ほんのちょっとだけ入れたんですよ。なんかこう締めるために。白醤油だけでしょ、十分よかった。でもこの白さがね、じゃあちょっとご飯をすりますかね。あと6分。ご飯をすりましょう。これにですね。よいしょ。赤かぶ参上。たくあん参上。これ甘いんですよ、たくあん。そして、パパの好きなわさび。ほんとこれだけでいい。ほんとにこれだけでいいわ。じゃあ店じまいします。店じまいします。これ最後の玉ねぎは生でも食べられるから、また来た。これ切っちゃおうか。ちょっと乾燥する前に、トマトを、キュウリの中に
まだあと少しあるのでお父さんの分も切ってしまう。余裕ぶっこいてるこの時間のないと。だってもうねえ、肉じゃがが煮えるか煮えないかなんていうのはもう本当にあの運でしかないので運かい運なのかい。そうですよ、運しかないから。もうこれは持っていけるか持っていけないかということは、もうお父さんのトマト切ります。たちの味付けはちょっとやり直そう濃いから。これパパ向き肉じゃが。さあどうでしょうか。あ、この30円引きのあ違う 30% 引きのパン入れといてあげよう。今日絶対お腹空くと思うからあ、人参が1個。急速冷凍じゃなくて急速、あこれちょっとジョガも良くない？どう？じゃがいも。うまっ、うん、うん、うん、うま、うま、うま。うますぎる肉じゃが。火消えましたね。ちょっとこれ落としたんですよ。それでは持っていきます。肉じゃが弁当です。サラダも入って、納豆も入って、パンが入りました。そして、パンとリンゴジュース。消えたけど、ちょっと置いてきます。早いんですよ。急かされると、そうなんです、急かされるとママの思うように。あ、まだ早く早くして、早く2分オーバーよ、2分オーバー。早くして早くして、うん、気をつけて。携帯持った？
またねー。あら、すごい蒸気。ちょっとまだ開けようかしら。湿気が。はい、リンマパパ、行きまーす。時計ともこの時計違うな。急げー。もうちょいです。あ、これちょっとトマト入れすぎちゃった。もうちょいです、もうちょいですって。今日すごいなんか朝もやが霧がかかってて、うん、今ここで暖かくしてたらちょっと窓ガラス綺麗に拭いたばっかりなんですけど、なんか曇っちゃって。朝もやの巻き場ね、なになになに、まだいるの。ティティティタラリタダ。どうしたの、大丈夫？いってらっしゃい。リーマンパパ、いつもの時間に行きました。ありがとうございます。なんか今日ダラダラ配信になっちゃいましたね。ちょっと肉じゃがの結構ねたくさん作ったつもりなんですけど、そんなにはそんなにもって感じですね。わお。ちょっとこのお汁ごとね食べられるように作ったんですよ。よいしょ。肉じゃがってあと他に何か入ってたっけ？でもこれ以上煮たらね崩れるので、じゃがいもが。この間ねココットでカレー作ってたら、ほんと一瞬だったんですけど、ゴロゴロ野菜がみんな私以外は好きで、ゴロゴロ野菜をのカレー作ろうと思ったら一瞬で溶けちゃって。結局具なし。こんな感じ、ほら白だしの。うわー、いただきます。じゃあちょっとこの熱そうなので、あ、こっちからいくか。じゃがいも、ホクホクじゃがいも、ちょっと熱そうやね。うん、美味しい。やっぱりねちょっとねカツオ効きすぎてる気がする。最後のやつがやっぱり迷いが出てるな。でも美味しい。あの白だしなんで、もうカツオ風味、あ、カツオ風味の、お父さんとお母さん、カツオ風味の肉じゃが作りましたって。うん、お肉最高。うん、一歩間違えればこれがもうちょっとお塩っぽかったら、おでん、おでん。うん、うん、うん、私最後にここに残ってた人参を
洗ってポンって入れたんですよ。もうこんなにかき混ぜて、こんなにかき混ぜて、その1個に当たりましたわ。今日いいことあるかも。生の人参に当たった。肉じゃがに唐辛子入れたねの忘れた。めちゃめちゃ美味しいね。今日もありがとうございました。なんかこうまとまりのない回になってしまいましたけれども、いつもの空民家のリアル朝をお届けできたかなと思います。ありがとうございます。今日も一日皆様もハピラキです。それではファイトやよー。